はいどうも、ブラックノート X です。今回も、ライフル、ナイフ部屋ですかね。前回に引き続き、連続でやっておりますとも。なんで、今回も偵察兵で、ガーンと行きたいと思います。ガーンとね。ほら、もういきなり始まってるよー。あそこになんかいたよな。よし。リロード OK です。後ろ後ろ、志村、後ろ後ろ。あの人かわいそうに。ていうか、なんか、狙われてんね。そこの人、そこにいた人死んじゃったし。よかった、顔出してなし。顔出してなくて、いやこっち行ってもどの道あれか。いや今レーザーサイト当たってた。いやだ、まだ死にたくない。くそあともう少し早ければ、もう少し早ければ行きってないな、俺だしね。うん、バリスティックスコープはライフルスコープに似てるが、より長距離での狙撃を想定して倍率は12かけとなっている、スコープの反射で自身の居場所も特定されやすくなるので注意。はい、でもいいんじゃないでしょうか。どの道遠距離戦だしね。おお、いいね。結構よく見えるんじゃない。ああまずいまずいまずい。うかつに顔出したらやられる。ていうかもう 41% しかヒットポイントが残ってないんですが、あーくっそ、うかつに立つんじゃなかった。今のめっちゃチャンスだったのに。こっちが先に打てば勝ってたのにな。あーくそ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 ダメだー。うまいね。おっと、いっぱいいるね、味方が。よしよし、歩いていこう。エクさんはどこじゃね。いた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 。当たるわけもなく。あーくそダメだったかー。っていうか、あそこ、あえてあんなところに。あれあれ敵じゃない。あくそ、逃げられた。今いい位置にいたんだけどな。とりあえずこの超目立つところダッシュしてみよう。あれ今の敵さんだよね。そっか、上から歩道橋は丸見えだね。残念、至極。あ、ダメだ。あかんがな。スナイパーライフル、普段ね、あんま使わないからね。いや、それは言い訳だな。そうです、その、俺のプレイヤースキルの問題ってところですな。けど、こういう砂部屋ってあると便利なんだよね。普段全然使わないスナイパーライフルの、まあ、いろいろ実績解除とかに。ちょっと待ってちょっと待って、めっちゃいるじゃないか。ダメだ、ナイフ出せばよかったのに。ああ、とっさに6キーまでいかないよ、これね。そんな、指添えてないよ。ライフルでの至近距離はきついな。
なんだ？ああ、しまった。そうだ、レーダーをよく見ないと。あ、くそ。ドッグタグドライダー、いいよいいよ、持ってけだロボ。え、すぐそこにいるじゃないか。ああー、せっかく、あそこなんかめっちゃ光ってたから怪しいと思ってたんだよ。ならなぜ逃げなかったし、と。とっさだからね、足がじゃないや、ダブルキー。なんか唐突に指が止まることってない？ないか、俺だけかな。銃撃戦が行われておるぞ。ダメだな。そろそろいいとこ見せたいぞ。しかし、ライフル戦だからな、いいとこないまま終わってしまうことも十分あり得る。ダメだね、所詮俺なんでね。しかしこのままお荷物は嫌じゃん、嫌じゃん、嫌なんじゃよ。ちょ、お兄さん、お兄さん死んどるやないけ。どうした？いや、どうしたっていうか、まあ、殺され。うん。あ、しまっ、消えた。ちょっと、片見分けとして、なんか、拾っとこうかと思ったのに。いや、こもっててもダメだな。なんすか、なんすか。え、今、マシンガンじゃなかった？てか、死んだよね。待ちいいな、ちょっと待ちいいな。なんかいたよ、今。あそこになんかいたよね。あー、くそ。反対方面に逃げてたか。ここはどこ？ああ、歩道橋のところか。歩道橋から上がるか。いや、待て。あそこ、あそこになんかいた。いたけど、無理だな。銃撃、あれ？よく見つけきるよね、ほんと。どんだけ考えいいのさ、君ら。こんなところに顔を出してたら、すぐやられてしまう。よいしょよいしょ、どっこいしょ。ん？ふむ、こんなところにビーコン置くとは。ダメだぞ。ビーコンじゃないな、モーションセンサーだな。あ、まず、ああ。ダメだ、リロードが早いぞ。なんか特殊なもんつけてるのかな。ふむ、ふむ、ふむ、ふむ。誰もいないよな。いやー、怖いねー、ここ、この、どっから狙われたか全然わからない、この緊張感。あ、なんだと。こういう時なんか後ろから来そうな気配がするんだけど。味方じゃん。サンクス、通してくれた。通してくれたからといって、ここ進んで何がどうにかなるわけでもなし。向こうには誰もいないかな。
このまま前進しよう。あの人たちについていこう。きっとね、目の前であの二人がパチューンとか言って、二人いなくなったよ。ちょっと待って。うん、どうしよう。ここって結構丸見えなんじゃないか。とりあえず気づかれないように。ああ、もう気づかれてる。気づかれてるよ。ああ。見えてるよね。やっぱりね。そうだよね。そんな人生甘がないよ。無線ビーコンが1、2、3。何かあんのか、ここ。ふむ？あ、できんじゃない？できるじゃない。待ちいな。よし、ワンキル。ワンキルでございます。ようやくですよ。ようやくやね。14回死んで、今やっと一キル。うわ、ダメだね。みんな、すまん。向こうから来るんじゃない？よし、スキル。あ、やべやべ、狙われてる。まずい。パッチューン言ってるがな。はい。ていうか今なんか乗ってたよね、あの上にさ。誰かいる？よかったー、よかった。いや、よくねえよ。大丈夫か、お兄さん。あ、逃げてる。あ、危ない。怖いな。ダメだ、打ち負ける。軽やかに動くねー。羨ましいよ、その軽やかさが。よいしょ、よいしょ。あれなんですよ、バトルフィールド3やるためにね、ちょっといいキーボード欲しいなと思ってね、レーザーのブラックウィドゥ2013なるものをちょっと買ってみました。まあ、スコアが上がったかと言われると、そうでもないっていう。はいですね、左手用キーパッドの方がいいのかね。あと飛行機、航空機操縦するためにね、あのジョイスティックとかも買ってみたいな思ってるんですけど、まあちょっとお財布に余裕ができたらね。サイボーグのがいいのかな、それともロジテックのがいいのかな、ちょっと悩んでるんですが、ロジテックの 3D エクストリームプロだっけ、なんかあれが良さそうなんでね。とか言うてる場合じゃないぞ。なんか後ろが来そうな気配がするぞ。大丈夫かな。いやいやいや、待て、今なんかいた、なんかおった。あっ、くそくそ、ダメだ。あー、やべ。6じゃなくて5をしてしまった。あー、負けちったよ、畜生。計3キルか。まあ、俺にしては頑張ったもんなんじゃない？エザザギット、チームデスマッチリボン。うん。バレットポイント、OK。さあ、じゃあ今回負けということで、ライフルと、ナイフでの、うん、ライフル、ナイフのみ部屋かなの戦いでした。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ではまた。